予約？いや、何度探しても見つからないですね。そういう身なりでしたら、隣の民宿とお間違えでは？結婚記念日を祝うため、俺が計画した高級旅館への宿泊。だが到着早々、予定はめちゃくちゃに崩れてしまう。きっと妻は内心激怒しているだろう。そう感じて横を見るが、妻は微笑しているだけだった。俺は黒沢隆。どこにでもいるようなサラリーマンで、年齢は42。家族は妻だけだ。あえて子供を作らないようにした俺たちは、気がついたら結婚10年目を迎えていた。毎年結婚記念日には日帰り旅行に行ったり、少し高めのレストランへ赴いたりしてきたが、今年は少し違うことをしたいと思った。そこで俺はいろいろと案を巡らせたが、高級ホテルでのディナーやフレンチレストランという案はどうにもしっくりこない。いろいろと考えを巡らせた末、せっかくだから旅行に行こうと俺は思った。妻は旅行が大好きで、実を言うと俺よりもホテルや旅館に詳しいのだ。そんな妻を喜ばせるにはどうしたらいいだろうか。俺はそう考えながら情報を収集していたとき、一生に一度は行くべき高級旅館なる見出しを発見する。そこからいろいろ調べてみると、食事や客室はなかなかのもの。ネットでも検索してみたが、口コミも上々だった。何でもセレブや芸能人のお忍び旅行にも使われているらしい。ここだ。俺はそう確信した。この旅館であれば、妻もきっと気に入ってくれるはずだ。俺は早速連絡を取り、旅館を予約するのだった。え、本当なの？俺がそのことを話すと、妻は本当に嬉しそうに笑った。この笑顔を見られただけでも、半分成功したようなものだ。だが俺はサプライズを用意しておいた。カニやウニ、ステーキや松茸。食通でもある妻は、これにも喜んでくれることだろう。妻は旅行の日に有給を合わせるため、それからものすごく頑張った。出発の前日も深夜遅くに帰宅したが、それも楽しみな旅行を存分に満喫するためのものだ。そして当日が訪れた。飛行機で現地入りした俺たちは、観光地で写真を撮り、食べ歩き、お土産を購入した。結婚記念日のスタートとしては上々だろう。夕方になると、俺たちはいよいよ旅館に向かうことになった。送迎もあったのだが、せっかくの機会なので、散策しつつ、俺たちは旅館へと向かう。すごいな。旅館は本やネットで見た通り、実に立派なもの。これぞ高級旅館という外見をしている。さ、入りましょう。俺は思わず尻込みしてしまったが、妻は俺の腕を引っ張る。だから俺も勇気を振り絞って入り口に向かった。いらっしゃいませ。早速、おかみが出迎えてくれた。しかし、名前を伝えると、おかみは首をかしげてから、少々お待ちください、と事務所に戻る。黒沢様でよろしかったでしょうか。大変申し訳ないのですが、ご予約がされていないようでして。そして、戻ってくるなり、俺たちに頭を下げる。
心底気まずそうな様子だった。え？そんなはずはない。俺はちゃんと電話して予約を取ったはずなのだ。しかし、もう一度調べてもらっても、やはり予約は取れていないという。困ったな。さすがに録音はしていないが、発信履歴はちゃんと残っている。これは証拠にならないかと告げても、いまいち反応が返ってこない。するとそこに支配人らしい男性が現れた。おかみは支配人に駆け寄ると事情を説明する。これで大丈夫だろうと俺は思った。予約はちゃんと行ったのだから、取れていないのは向こうの手違いだ。何かしらの救済措置はあるだろう。しかし支配人は、俺たちの前まで歩いてくると、何か寝踏みするような視線を向けてくる。そして、やれやれと言った様子で首を振った。ちゃんと予約しているんですが、証拠だってありますよ。いやね。支配人は俺たちに嫌悪の視線を向けてくる。予約？いや、何度探しても見つからないですね。そういう身なりでしたら、隣の民宿とお間違いでは？俺は何を言われているのか、全く理解できなかった。支配人は驚くべきことに、俺たちを品定めした挙句、追い返そうとしているのだ。入念に作り上げた、結婚記念日の旅行が今この瞬間台無しになろうとしている。警察呼びます？支配人の態度は俺たちを人間扱いすらしていない様子。喧嘩など一度もしたことがない俺でも強烈な怒りを覚えずにはいられなかった。俺はいい、問題は妻の方だ。妻はよく笑い、よく怒る性格だから、こんな仕打ちを受けたら激怒するに決まっている。そうですか。じゃあ隣の民宿とやらに行きますね。しかし妻は微笑を浮かべ、丁寧な口調でそう返すのみ。それを受けた支配人は何も言わず立ち去った。妻が納得したと思っているのだろうが、俺は最悪の事態が訪れたと察する。この笑みを浮かべた時は、妻は本気で怒っている時なのだ。とりあえず、俺たちは外に出た。来た時は期待に胸を膨らませていたが、今は惨めな気持ちだ。一方妻は、先ほどの笑顔を浮かべたままである。俺たちは隣の民宿を探したが、そんなものはどこにも見当たらない。仕方がないのでネットから調べてみると、なんと歩いて20分のところにあるではないか。もう夜だし歩いて行くのは。だから俺は民宿に電話した上で、こちらの事情を伝える。すると担当者は、今すぐ迎えに行くから待っていてくださいと返した。大変でしたね。さあ乗って。少しして優しそうなおじさんが車で迎えに来てくれた。そして俺たちは民宿に到着したが、そこは先ほどの旅館とはやはり雲泥の差。しかし中は清潔で品格のあるものだった。大変だったでしょう。とにかくお風呂に入ってご飯を食べてくださいな。おじさんの奥さんも本当に優しく、俺は心から救われたような気持ちになった。温かい食事とお風呂が身に染みた。民宿は
とても過ごしやすい場所で、俺たちは疲れを存分に癒すことができた。だが、こんなにいい場所なのに、宿泊客は俺たちだけ。観光地にも少し歩けばたどり着けるし、登山で有名な山も遠くない。だから、もう少し客が入っていてもいい気がするが。俺はそんな疑問を感じながら眠ってしまった。さて、翌朝。俺たちは奥さんが用意してくれた朝食を食べていた。これがまた美味しいことこの上なく、全部ありふれたものなのに涙が出てくるほど美味だった。多分この民宿が落ち着くのは、いろいろなものが実家そっくりだからだろう。こんなにも素晴らしい場所なのに、お客が少ないなんてもったいない。朝食を終えた時、妻がふとつぶやく。それを聞いた夫婦は、午前を片付けながら、あることを俺たちに話してくれた。その後、俺たちは、夫婦に駅まで送ってもらった。夫婦とはそこで別れる形となったが、結果的にはあの民宿に泊まってよかったんじゃないかと俺は思う。あれ？さあ帰ろうと思った瞬間、妻はある方向を指さす。ああ。指さした方向には、高級旅館の支配人の姿が。こちらも車で客を駅まで送ってきたところらしい。おやおや、昨日はあのバロ小屋、いえ、民宿にでも泊まりましたか？俺たちに気づいた支配人は、旅館の車の横でにやついている。どうやら向こうも俺たちに気づいたようだ。二度と見たくない顔だと俺は思ったので、さっさと帰ろうとする。しかし妻は逆に支配人まで歩み寄った。素晴らしいお宿を紹介してくださり、ありがとうございました。仕事の役に立ちそうです。支配人にそう告げた妻は笑顔だった。だから支配人は首をかしげる。行きましょう。ああ。そして俺たちは駅に向かった。仕事ってさ。そうだよ。俺が問うと妻はゲスな笑いを浮かべる。妻はブログを運営しつつ、旅行記事の執筆で生計を立てるライターでもあった。記事が雑誌に掲載されることも多く、ウェブや SNS での影響力もなかなかのもの。妻は帰宅するなり、今回泊まった民宿を記事にした。出来上がった記事を見た俺は感嘆する。キャッチーなタイトルに、食事や外観及び内観の写真。行ったことがない人でも、ぜひここに泊まりたいと感じるような仕上がりだった。民宿に連絡を取って、もろもろの許可を得た妻は、早速記事を SNS にアップする。すると、アップ直後から猛烈な勢いで拡散された。しかも、時期が連休直前だったこともあり、連休が終わるや否や、民宿からはお礼の電話がかかってきた。記事がきっかけで、新規のお客さんがたくさん来てくれたそうだ。これで客足も戻るだろうな。よかった。俺は心底安心したが、今度は予想外の事態が起きてしまう。それは妻に、例の高級旅館から記事を書いてくれないかと連絡が来たのだ。連絡は、旅館のオーナーからダイレクトに来ており、SNS で近くの民宿が紹介されていると知って、ぜひうちも
と思ったそうだ。その見返りとして、俺たちを無料で招待してくれるという。俺は気乗りしなかったが、妻は行くべきだと語る。結局俺も最後には折れて、俺たちは高級旅館に再度赴くことになった。オーナーから招待していただいたんですが、到着するなり俺たちがそう告げると、あの支配人が奥から現れる。そして以前とは別人のように何度も頭を下げた。だが支配人は俺の顔をよく見た瞬間硬直する。そりゃそうだろう。先日追い返した俺たちが今度はオーナーから招待されてきているのだから。支配人は俺たちの機嫌を取ろうとありとあらゆるサービスを施してくれた。しかし俺たちは喜ぶどころかむしろ不快感さえ感じていた。あまりにもわかりやすすぎる。とはいえ高級には変わらないので、なんだかんだ満喫した俺たちは、最後の日、会う約束をしていたオーナーとの時間を迎える。記事は書いていただけそうですか？オーナーは整った身なりの老紳士。口調や雰囲気も実に紳士的なものである。もう書きましたよ。妻はそんなオーナーに対してそう言ってから数枚の紙を手渡す。昨日ホテルのプリンターを借りて印刷したものだ。どうも。笑顔でそれを受け取ったオーナーは猛烈な勢いで青ざめた。実を言うと俺もまだ中身を読んでいないのだが、一体何が書かれているのか。最後まで読み終えたオーナーは内線電話をつかむと、すぐに来いと別人のような怒鳴り声を上げる。数分後現れたのは例の支配人だ。ざっくりとではあるが、この間に記事を流し読みした俺はここから何が起きるのか想像できた。これは本当か？オーナーは支配人に妻の記事を渡す。これは。支配人は絶句する。無理もない話だ。記事には支配人が見た目で客を選別することや近隣の民宿に嫌がらせ行為を働いて潰したことが赤裸々に書かれていた。残念ながらどちらも真実だ。前者は俺たち、後者はあの民宿の夫婦。民宿の夫婦が言うには、昔はかなりの数の民宿があったらしい。しかし食材の卸業者から突然契約解消を通告されるような出来事が多発し、営業の継続が困難となってしまった。あの民宿がそれでも経営できたのは自前の農園を持っていたからだが、それでも最近変な噂が流れて客足が遠のいていたという。それを調査した妻は噂を流した人物を特定。事情を聞いてみると、支配人から金を積まれてそのような行為に及んだらしい。申し訳ございません。それが真実であることは躊躇なく土下座した支配人の姿で証明された。貴様はクビだ。二度とこの世界にいられないようにしてやる。オーナーが怒鳴りつけた後、支配人は他の従業員によって部屋から追い出された。私はこの辺りの出身でね。そしてオーナーは一度深呼吸をしてから俺たちに向き直る。
民宿を経営していた方々には以前かなり世話になったらしい。また相次ぐ廃業は経営陣の年齢が原因だと思っていたとも。部下があのような行いをした以上、私が罰を受けねばなりません。記事はそのまま掲載していただけますか？オーナーは毅然とした態度で言うが、妻は首を横に振る。それでは償いになりません。だけど、もっといい方法があると思います。記事を破り捨てた妻は、自分の考えを語る。オーナーが資金を出すことによって、潰れてしまった旅館を復活させるというプランだ。あの夫婦も言っていたが、廃業した民宿の人たちは、可能であればまたやりたいと思っているそうだ。わかりました。ぜひとも。オーナーは二つ返事で了承してくれた。まずは翌日からかつての関係者たちへの謝罪が始まる。旧経営者たちはそれを受け入れ、オーナーの資金提供を受けた民宿は続々と復活を果たす。やがて地域には昔のような活気が帰ってきた。支配人が追放されたおかげで卸業者の件も解決。妻の記事も引き続き拡散されたことで、いつの間にかテレビでも取り上げられるほどになった。ある時、俺たちは、あの民宿の夫婦がオーナーと共にテレビに映っている様子を目の当たりにした。そこに映った三人は、揃って笑顔を浮かべていた。例の件は、もう遠い過去の出来事になったのだろう。この結果は妻が導いたものだ。結婚から10年を迎えて、俺は改めて惚れ直してしまう。20年目はまたここにしよう。当然じゃない。間違いなく10年後はますます妻のことを好きになっているはずだ。俺はそんな妻といつまでも添い遂げたいと思った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。